渋谷いろんな人来るわけじゃないですか。でみんないろんな夢とかいろんな好きなことがあって、それをやっていいぜって言ってくれる街が渋谷かなと思ってます。浦坂宮下区、はい、八甲ジムスの街。しんどいのはみんな一緒なんで、みんなで助け合うしかないよねっていうふうには僕は思ってますし、一人一人が進化するタイミングなんではないかなと思っているので、まあ、そんな進化した渋谷と進化した渋谷の人に期待したいなと思ってます。まあなんかそういう新しいチャレンジが渋谷から始まってほしいですね。僕らもやっぱ渋谷に生きてる人間だと思うんで、うん、誇れるような渋谷に、そして渋谷人になりたいな。夢渋谷。